助けてもらったお礼にお茶とお菓子くらいは出しますわ。じゃあ遠慮なく。そう、あなたたち記憶喪失なんですの。実はこの町の近くで一人で倒れているところをここの宿の人に助けていただいて、でも何もわからなくてそのまま。それは不安ね。私はすぐノワールと知り合えたけど。うんうん、わかるよベール、記憶を取り戻したいって気持ちは。あ、いえ、私はゲームさえできれば問題ありませんわ。むしろ記憶を失ったことで一度プレイしたゲームも新鮮な気持ちで楽しむことができるってことですわよね。なんか変わった子だねブラン。ええ、でもそれより、うん、あのね、私たちシルクワームに捕まった友達のノワールを救うためにレジスタンスの拠点を探してるんだ。でも誰も知らないって言ってて。あら、イースンが光ったからベールはきっと最後の仲間なんだよね。イースン？イストワール、ネプテューヌが持ってる不思議な本の名前よ。そう、イースンが教えてくれた。ベールは私たちの最後の仲間だから一緒に旅に出よう。力を合わせて。仲間にはなれませんわ。私にはやらなければいけないことがありますの。ごめんなさい。そんな。でもレジスタンスの拠点までは案内してあげられます。私にできるのはそこまでですわ。今はそれでいいわ。案内はお願い。ええ、わかりましたわ。なんでみんな素直に仲間になってくれないのかな。私ってば勇者なのに。やっぱりお腰につけたプリンあげなきゃダメとか。ネプテューヌさんの腰にプリンはついてないようですけど。放っておいていいわ。案内して。これでよろしいですか。ごゆっくりお休みくださいませ。あのね、お願い。ねえ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 、これでよろしいです。お休みくださいませ。もう一回休んだ。あ、いや、どこか。違う、どこ行ったの？いや、これか。いらっしゃいませ。はい、じ
たねえか。またのご来店をお待ちしております。じゃなくて、いや、あ、ここまで悪いね。いらっしゃい。また来てくれよな。武器屋で、いらっしゃい。また来てくれよな。これってさ、これってさ、例えばカブスって長いの21、21、8。いらっしゃい。なら、これでいいのか。前乗り、はい、また来てくれよな。ソード買っとこう、買っとこう、買っとこう。ショートソード、ショートソードってあれか、あの人か。いらっしゃい。マジかよ。じゃあドリームソードって何。この辺かな。あ、これでいいや。これでいいのか。バイダリ、また来てくれよな。これ売っちゃっていいかな。ああ、確かに。これ売っちゃっていいかしら。また来てくれよな。いらっしゃい。武器だけ買いましょうか。また来てくれよな。ちょっと、これから、いらっしゃい。どれや、どれや。これの。75、75、65、25、あ、27、これ、え、
どう、あ、これあれか。75、76、75、これかな。これでいいのか？毎度あり。また来てくれよな。いいじゃないかな。状況に
に答えて。死の葉のところ見せてあげる、姫。
スの住民は表面上は隠しているけど、みんな反シルクワームなんです。へえ、反なんとかってかっこいいよね。私も反なんとかってしてみたい。反ネプテューナ、自分に反だ。いやいやいや、やだよ。反プリン、好きなのに食べられなくなる。町の人たちはレジスタンスを応援しています。だから協力してアジトを隠しているんですわ。そのためあなた方のような旅人が聞いても教えてくれませんの。なんてこった。アジトはとても分かりづらい場所にありますわ。ベールもレジスタンスなの？遊びに行ってるだけですわ。遊びに？レジスタンスは熱心に新しいゲームを開発しているんです。たまに差し入れを持って行って様子を見させてもらったり。ルプ、新しいゲーム？私はレジスタンスの一員ではありませんので詳しい内容は知らないんですが、今までとは違う新しいゲームを開発しようとしていると。そう聞いてますわ。プラン B で行きましょう。この状況は想定済みよ。ここですわ。ちょっとお待ちくださいまし。やろー。お願い。どういうことなんですけど、どうでしょう。ベール、いつも差し入れしてもらってあんたには感謝してるが、外部のものは入れられないよ。そこをなんとかなりませんの？あの二人なら大丈夫ですわ。いや、あたいの一存じゃねえ。なんか苦戦してるね。ずいぶん警戒が厳しい。ではゲームテトリスで対決して私が勝ったら。ダメダメ、あれあんた強いだろ。テトリス、俗に掴みゲーと言われるジャンルのゲームよ。上から無理やりな感じにも聞こえる。すごく中毒性があるらしいわ。消える際にリスが上げる悲しげな鳴き声が癖になるとか。
あら？あれ？お姉さん？あら、あらあら。ラステーションで会ったシルクワームの新入りちゃんじゃない。シルクワーム？あの時の何？ネプチューン。あ、いや、そのこれは違うんだよ。え、アルティさん、このアジトを嗅ぎつけるなんて思ったより優秀なのね、シルク。でも情報を持って帰らせるわけにはいかないの。レジスタンスリーダーアルティさん、マイル。だから違うんだってば。覚悟。プラン B で行きましょう。昨日派のところ待ってください。これは何かの間違いですわ。え、ベールちゃん？この二人はあなたが？はい、ネプテューヌとブランはシルクワームどころか彼らに友達を捕らえられてしまったそうなんです。だからレジスタンスに協力をと。そうなんだよ。探し物があって書庫に入った時に、その時同時に潜入してたスパイと間違えられてしまったの。書庫、スパイ、それじゃあ、そうね、ちょっと中でお話ししましょうか。さて、ショッコ、スパイ、そうだったのね。困ったわ。困る？ええ、そのスパイ私なのよ。ショコに内緒の用事があってね。ちょっぴり責任感じちゃうわね。あなたが、私が見た姿とまるで違う。ああ、それならこの筆で。ぬぶということなのよ。すごい。私の代わりにお友達が。これは協力しないわけにはいかないかしら。あなたたち二人だけじゃ無理でしょうし、一応私ここの責任者でもあるしね。おお、やった。もう、ねえねえ、ベールもやっぱり一緒に行こうよ。力になってあげたい気持ちはありますが、私も少し忙しくて。そういえば明日ルイで遊園地オープン記念限定100本のプレミア付き新作ゲームが発売されるみたいだけど。本当ですの？本当？ネプテューヌがもらったチラシに書いてあったわ。まあ、助けてもらったお礼もしたいですし、今回だけなら一緒にお供しますわ。ゲームは戻ってきてまたやればいいですし。とにもかくにも、よっしゃ、最後の仲間をゲットだよ。それじゃあみんなでルビーに戻ろう。あ、ええ、はーい。おー、あ、言っておくわね、協力はするけど私バトルは手伝えないわ。さっきの戦いで筆の調子が悪くなっちゃったみたいなの。ありそうなしよう。はい、やってみましょう。どうしたの？どうしたの？友人が何者かに連れ去られてしまった。一緒に探してもらえないだろうか。遊園地の建設にも関わっていた最新の映像技術者なんだ。その技術を使ったゲームを一緒に作ろうと約束していたのに。最新の技術者？技術者？どうしようかな。どうしようかな。いや、実は
なた協力するよ。協力するよ。何せ勇者だからね。何せ勇者だからね。勇者じゃなくても困ってるようだし。困ってるようだし。そうね。放っておけないわ。放っておけないわ。ありがとう。ありがとう。どうやら港の方に連れ去られたようなんだが。どうやら港の方に連れて去られたようなんだが。それじゃあ行ってみよう。行ってみよう。お、こんにちは。うわあ、こっち港か。よしよし。そうですね。じゃあ港にカット。はい、やっていきましょう。はい、カット終わりました。そうだ、あの船に乗せられそうになってるのが。おい、もしかしてあれかな。勇者参上。勇者参上。こら、その人を離せ。その人を離せ。なんだお前ら。なんだお前ら。やっちまえ。やっちまえ。勇者ネプの剣を喰らえ。喰らえ。プラン B で行きます。この状況は想定済みよ。次は気をつけなさい。いやー、面目ない。超怖い新キャラ。終わりよ。そこですわ。よかったな。大変でしたわね。連れ去られそうになるなんて。やつらシルクワームのもののようだったわ。最新の映像技術もゲーム開発もやめろと脅されて、断ったら強引にさらわれてしまったの。そういうこと。そういうこと。ゲーム開発をやめろ。ゲーム開発、ね、ゲームを収めさせてるシルクワームが。ゲームを収めさせてるシルクワームが。仲間割れ。仲間割れ。だったらラッキーなんだけど。だったらラッキーなんだけど。とりあえず今は遊園地に向かいましょう。本当にありがとう。本当にありがとう。よくわからないけど。よくわからないけど。あなたたちも気をつけて。そう、気をつけて。うん。じゃあね。じゃあね。あらら。お待たせ。来たな。ベールか。どうやら揃ったようだな。え、あの、初めましてですわよね。ベールだ。ベールか。どうやらさてな。さてな。また分け知りゼリフ。また分けセリフ。ノワールは無事だ。だが、あまり時間はないな。あまり時間はないな。あら、あなたは。あら、あなたは。あ、レジスタンスの協力は得られたようだな。二人とも知り合いなの？二人とも知り合いなの？以前ちょっとね。以前ちょっと、ね。二人の関係も気になるけど、今はノアール救出が先決だよ。そうですわね。やつはヤンデレラ城に囚われている。行くか。必ず助け出すわ。ブランがやる気だ。それじゃあ行こう。行こう。ジャーン！
とのこのギャップが強いよって、ヤンデレラ城、ヤンデレラ城、あちこち改装中のようだけど、レジスタンスで調べたところだと、閉じ込めているのは多分地下の独房よ。地下の独房よ。待ってて、ノワール。待って、ノワール。開けていきましょうか。ピョイーン、カンガルーのヨーニー。あー、やっぱ開けていく。あ、どこにあんの？うわ、どこに？スケアリ！え？そりゃ！ほいっと！お？まあ、この辺は尺持ってないんで、
はポルタブルスっていう、ないこれ、ないこいつ、反則じゃないか、セロ。私もいるわ。私もいるわ。ブラン、ありがとう。ありがとう。でも扉には鍵が。そういうことはレジスタンスにお任せよ。ネプテューヌ、ブラン。ブラン。で、クラム？クラム？それにそっちの二人は？はじめまして、ベールですわ。ベールですわ。私たちの最後の仲間だよ。それとこっちの人は、大変だったわね。大変だったね。レジスタンスの、本物のスパイってことになるのかな。本物のスパイってことになるかな。じゃあそういうことなの。ごめんなさいね。あなたのせいで。今は脱出するのが先ね。そういうこと。そういうこと。もうネプテューヌ、どんなところを通ってきたの？汚れ、あ、そっか、私ハンカチ使っちゃったんだ。使っちゃったんだ。ノアル？ずっと一緒にいてくれた猫がいたんだけど、怪我してて部屋に何もなかったからハンカチで手当てしてあげたの。あら、ではその子も一緒に？目を離した隙にどこか行っちゃったわ。どこ行っちゃったわ。のんびりはしていられない。急いで脱出するぞ。急いで脱出するぞ。はい、ノワールが、ノワールがでは、のんびりしてずに行きましょうか。さーっとこのまま終わるわけじゃないからね、多分ね。ほら、来た。これでやっと外へ出られる。やっと外へ出られる。待ちなさい。この声は私のお城からこっそり逃げ出そうなんて、こっそり、そんなの許さないんだから。許さないんだから。フィリ、気をつけて。あの子がシルクワームのトップよ。あの子がシルクワームのトップよ。その通りよ。その通りよ。あの子がロリ、じゃない、フィリー。あまりのロリ力に、つい名前じゃなくてロリが先に。ロリが先に。ロリ？ロリ？なんでもないよ。あなたがフィリンだね。フィリンだね。完全幼女。ええー、
可愛らしいですわ。可愛らしいですわ。なんですって。なんですって。油断するな。ああ見えて、シルクワームトップは伊達じゃない。さすがクロムちゃん、よくわかってるわね。よくわかってるわね。さあ、どなちくちか。捕まりなさい。捕まりなさい。今度。噛んだ。噛んだわね。噛んだわね。今度。噛んだ。噛みましたわ。噛みましたわ。噛んじゃったわね。噛んじゃったわね。噛んだな。噛んだな。もう噛んでない。噛んでない。バカにして。絶対許さないんだから。絶対許さないんだから。まとめてパパーっと。まとめてパパーっと。ブブ。ここは私に任せろ。ここは私に任せろ。クラム。クラム。私が一人で残る。私一人で。お前たちは逃げるんだ。お前たちは逃げるんだ。あ、この人、この人ってあの敵役がやった人。なんだって。なんだって。ぷぷ。ということは、デート？デートなのね。デートなのね。分かったわ。分かったわ。ということはまず観覧車ね。はい、行きましょう。行かん。誰がお前と乗るか。誰がお前と乗るか。じゃあ何何？クラムちゃんはコーヒーカップがいいの？じゃあ何何？クラムちゃんはコーヒーカップがいいの？それでもいいわ。行きましょう。だから行かんと言ってるだろうが。行かんと言ってるだろうが。じゃあねじゃあね。びっくり発生。びっくり発生。何かバトルにはならなそうですし、行っちゃいません？行っちゃいません？それがいい。それがいい。そうね。そうね。私ここに連れてこられるとき、すごいものを見たの。その話もしたいわ。その話もしたいわ。それにベール？ベール？落ち着いたらあなたともちゃんと挨拶を。ちゃんと挨拶を。え？本当にクラムに夢中みたい。本当にクラムみたい。ロリじゃなくてピリ。じゃなくてピリ。うん、今のうちに。うん、行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。簡単やったなんてな。でもこの人の声ってネプチューン恒例の敵役の声の人ですよね。なんだっけ。なんかねえ、それがここまで来れば大丈夫ね。っちゃったここところでノワールちゃんがすごいものを見たっていう話を聞いておきたいわね。ところでノワールちゃんがすごいものを見たっていう話を聞いておきたいよね。ええ、なんていうのかしら。なんていうのかしら。映像は映像なんだけ ど、空間に投影されて れてすごく立体的な。よく見たいな。まるで実物みたいに見える映像で、それもよく動いてて、それがよく動いてて、超綺麗だったわ。綺麗だったわ。3D の超美麗ムービー。3D の超美麗ムービー。3D？ とにかくあのフィリン、シルクワームはその映像、それを映し出す装置を隠したいみたいだったわ。映したソースを隠したいそうだったわ。場内の回収用の足場や囲いを見たでしょ。あれ、私が連れ込まれた時はまだなかったわ。まるで急いで隠したみたいな。遊園地はシルクワームに買収されて回収中という話だったけど、回収されてるのはヤンデレラ城だけだった。ヤンデレラ城回収されてるのはインジェルジェだけだった。立体映像を隠すための買収だったってこと？立体映像を隠すための買収だったってこと？壊す予定なんでしょうね。壊す予定なんでしょうね。なんでなんで？そうですわ。そうですわ。そんな綺麗な映像、なぜ隠したり壊す必要が？なんで隠したり壊す必要が？それはわからない。それはわからない。ただ私それを見たとき、それを見たとき、私初めて見たのに、初めて見たのに、昔から知ってる気がしたの。昔から知ってる気がしたの。不思議だったわ。そういえば今日連れ去られたっていう男の人が、遊園地の建設に関わった最新の映像技術者って言ってたよね。最新の映像技術者って言ってたよね。遊園地に関わった、そんなことを言ってましたわね。そんなことを言ってましたけどね。その映像技術を使ったゲームを作ろうとして
シルクワームにやめろと脅されたとか、使おうとしてゲームを作ろうとしてやめろとシルクワームに脅されたとか、 2D 平面じゃなくて 3D 立体のゲームね。立体のゲームね。立体どんなのかわかんないけど、どんなのかわからないけど、ワールだけそんなの見るなんてずるい。クロモワールだけそんなの見るなんてずるい。ずるいって言われても、ずるいって言われても、立体映像、私も気になるわ。私も気になるわ。楽しそうですわね。 3DS ね。楽しいそうですわね。そうね、そうね、作れるかもしれないわ。かもしれないわ。 3D のゲーム、 3D のゲーム。やっぱり一緒にリーンボックスのアジトまで来てくれないかしら。リーンボックスあなたたちに見せたいものがあるのよ。来てもらえませんか。あなたたちに見せたいものがあるのよ。はい、はい、いいですけど。いいですけど、どの道私は帰ろうと思っていましたし、どの道私は帰ろうと思っていましたけれど、これは何かの重要フラグが立ったのか。帰ろうと思っていましたし、これは何かの重要なフラグが立ったのか。それじゃあ機関の呪文でルラッとひとっ飛び。ないからそんな便利な呪文。ないからそんな、ないの。じゃあその辺にキマイロの羽とか落ちてないかな。ないっての。ないっての。楽しいですわね、お二人の会話。ああ、そんな別に。ゴホン、そういえば挨拶が遅れたわね。私はノワール。イストワールが光ってネプチューヌと仲間ってことになっちゃったわ。ってなっちゃったわ。私も同じですわ。私も改めましてベールと申します。改めましてベールと申します。じゃああなたも記憶が。記憶が、おかげでゲームを新鮮に楽しめていますわ。楽しめてますわ。はいはい。ネプ、どうしたのブラ。どうしたのブラ。リーンボックス、リーンボックス、うん、これからレッツゴーって。これからレッツゴーって。ルイ、今いるところね。それが小耳に挟んだんだけど、明日からルイで、明日からあるイベントが開催されるらしいわ。あるイベントでが開催されるらしいわ。イベント、イベント。ここルイの伝統、ルイの年に3回しか開かれないコミックのマーケットが、コミックのマーケットが、行ってみたい、行ってみたい。静かな口調に確かな熱気が、静かな口調で達者な熱気が、どうかしら、どうかしら。いいんじゃない、いいんじゃない。別にあと1日くらいルイに滞在してもいいんじゃない。別にあと1日くらいルイに滞在しても、私も構いませんわ。構いませんわ。私もちょっと駆け足気味だったからね、ここまで。ここで、そうね、そうね。シルクワームに見つからないように気をつけて、だったらうん、分かったわ、分かったわ。じゃあとりあえず宿取って今夜はのんびりしよう。今夜はのんびりしよう。私は寝ない。私はパンフレットのチェックに忙しいわ。戦いはもう始まってるから、もう始まってるから。ブランが、ブランが本気だ。本気だ。そうだ、私はこの辺りのレジスタンスと話があるから、話があるから明日イベントが終わった後にまた宿で合流しましょう。じゃあね、また宿で合流しましょう。じゃあね。さてではパンフレットをチェックしましょう。チェックしましょう。そう戦いはもう始まっているのだから。これは侮っていたわ。侮っていたわ。まさかこれほど魅力的なサークルやジャンルが揃っているなんて。魅力的なジャンルやサークルが揃っているなんて。どうすればいいの。やはり絶対外せない大手壁サークルを重視。いえ、それでは片落ちだわ。それは片落ちだ。かといって新規サークルまで抑えようとすると大手に手が回らなくなる。手が回らなくなる。悩ましいわ。悩ましいわ。こうなったら、こうなったら
やるしかないわね。やるしかないわね。脳内会議を。脳内会議を。大手壁サークル重視。これしかないわ。待って。それではただのミーハーだわ。新規サークルから将来の壁サークルを発掘する。それも即売会の醍醐味よ。ありえない。そして後で壁サークルの新刊を入手した人たちに羨望を覚えるの。敗北主義ね。敗北ではない。未来への投資だ。新規サークルには当たり外れがあるのは認めるが、大手に並べば時間が足りず、新規を狙えば博打となる。なら答えは一つよ。答えは一つよ。何？何？中堅。中堅。中堅サークルをメインに攻めましょう。それならばある程度の数と質を両立できるわ。質と数と両立できるわ。どうしてこんな簡単なことがわからないのかしら。確かに安定感や逆に勢いのある中堅サークルを中心に回るのはありかもしれない。でもそれはそうだ、それはあまりに守りに入っているというもの。守りの何が悪いの？そう、即売会は戦場ならば、勝つことだけでなく負けないことも重要よ。負けないことも重要よ。中堅重視。中堅重視。これしかないわね。これしかない、ね、私は反対。私は反対。大手が放つ黄金の一冊こそ即売会で手に入れるべきものよ。即売会で手に入れるものよ。新規だ。お前たちは買い手が作り手を育てるという考えがないのか。買い手が作り手を育てるという考えはないのか。なあなあ、面倒だからいっそコスプレイヤー眺めて過ごすってのはどうだ。楽しきゃっか。楽しいぜ。キャッチェー。じゃあさ、さっきから一人で回るって前提で話してるけど、手が足りないなら猫の手でも借りたらどうだ。そうか、そうか、その手があったわね。その手があったわね。よし、よし。もう一度、もう一度パンフレットをチェックよ。チェックよ。おお、朝からすごい盛り上がり。屋台も出てる、美味しそう。屋台も出てる、美味しそう。食べ物よりも先に飲み物を抑えた方がいいわ。そうなの、ブラン？そうなの、ブラン？イベントでは動き回り、汗をかく。汗をかく。はい、はい。